チャンネル登録お願いします。僕が泊まっているホテルの場所、結構値段的にも良くてクオリティも良かったのでご紹介していきたいと思います。場所的にもウォーキングストリートからどういう風な感じで行けばいいのかっていうのがイメージつきやすいかなと思うので、ウォーキングストリートのこの通りから自分の今泊まっているホテルの方を紹介していきたいと思います。この奥のところがウォーキングストリートで、でここはジョリビですね。でこちらはエフェムの方で、でここにドラッグストアがあるような感じの場所ですね。でそれをこのまま、直進していく感じですね。で、まあ、ここのセブンイレブンも変わらず、で、まあ、ストリートチルドレンもいるのも変わってないけど、ちょっとだけストリートチルドレンの量が増えてるかなっていう印象がありますね。ウォーキングストリートを手に歩いていくと、この辺りにマネーチェンジャー両替所がいくつもあって、あんた可愛いね。で果物屋さんで、ここは、日本円で4020ペソで、果物屋さんマンゴスチン売ってなくて、こっちもジペイン乗り場の隣にも果物屋さんあるんですけど、マンゴスチンが売ってなくて、でこっちも、両替所。いや、さっきも4020ペソ、ここも4020ペソ、こっちも4020ペソ。そばどこも一緒ですね。4020ペソで、空港で買えたら4060ペソだっけな、だったので、まあ若干空港よりかは悪いけど、まあそんなには大きく変わらないので、ここで両替しても平気かなっていう感じですね。で、このミニストップですね。このミニストップを目印にこっち側に入っていく感じです。あ、そうで、この辺りのフィリピン料理屋さんとかも普通に美味しいので、まあフィリピン料理食べれる人はぜひ食べてみると良いかなっていうふうに思います。で、まあパン屋さんですね。まあパンも多分安いんですよね。ほら、これで5ペソとか10ペソとか書いてあるんで、あ、ここも美味しいよ。ここ結構いろいろと量があって、よくここで食べてました。このカラフルなパン25ペソ。まあこんな感じのところを抜けていきますね。まあ朝だから魚とかお肉とか売ってますね。なんかそんなにお腹空いてないけど、なんか久しぶりのものを食べたいなっていう感じが受けますね。でこのタイガーのマークを通り越して、で、このセブンイレブンも通り越していく感じですね。ホテルからセブンイレブン近いので、なんか困った時はすぐこのセブンイレブンで買えるので、場所的にもいいかなって思います。ああ、マッサージとかもあるんだ。若干ね、なんか距離があるような感じですね。あそこウォーキングストリートからミニストップまでが半分として、で残り半分ウォーキングストリートからホテルまで同じぐらいの距離か、まあ、ちょっとホテルの方が少し歩くかなっていう感じの距離ですね。まあけど全然歩いてこれる距離で、まあ、大体歩いて10分ぐらいですね。全然立地もいいですね。で、ホテルのここがここですね。KP って書いてあって、これ多分14階ぐらい建てで、一番上にプールがあるんですよね。で、プール誰か入ってると、さすがに撮影すると嫌がるかもしれないので、プールのところは撮影できるかわかんないですけど、うん、カンディアっていうホテルが結構、何店舗かあって、この中の一つですね。で、プレイスっていうホテルに今回泊まってます。で、ね、でセキュリティの人がいつもいてくれて、ん？あ、It's okay. ブログ。 Yeah. I stay this hotel. Okay. Okay. Thank you. ありがとう。はい。で、こうやって陽気に、Good morning. いつも開けてくれて、この、Yes. Yes. Yes. このタカがお迎えしてくれて。で、この豪華な感じの1階がバーになってますね。
で、入ってすぐ右にエレベーターがあって、で、今回泊まってるのが3階なので、3階は ABCD ってなってて C ですね。で、このエレベーターで3階行く感じですね。で、ホテルが奥、何部屋もある感じですね。で、鍵を挿して開けて、ブルーのライトに光ってくれるのがまたいい雰囲気を出してくれますね。これだけでもいいなって思います。で、入り口に電気があるので電気をつける感じです。で、こういう感じですかね。結構雰囲気良くて、あ、当たりのホテルだなって感じですね。まあ、コンドミニアムっていうのかな。で、冷蔵庫があって、まあ冷蔵庫は何も入ってなくて、上も入っていない。で、ここにセキュリティボックスもついてるので、まあちょっと少し安心するかなって思います。で、まあベッドも結構広くて、で、椅子も2つあって、シャンデリアもあって、で、エアコンもしっかりと効いてくれてて、25度がちょうどいいですね。よいしょ。で、景色はこんな感じで、ドアは開かない感じですね。うん、いや、めちゃくちゃいい雰囲気のホテルですよ、ここ。で、ソファーもあって、で、こっちが浴槽ですね。ん、浴槽？こっちがトイレとお風呂場。こんな感じで、水圧は弱めですね。上と下で、で、シャワーは上に固定されてあるタイプで、こんな感じですね。で、今回泊まるホテルがここになりまして、で、大体1泊大体3800円とかかな、ちょっとあんま覚えてないですけど、4000円も してなくて、3000円から4000円ぐらいの間で、5泊取ってる感じですね。なので、ここまあ、場所もウォーキングストリートから歩いて10分ぐらいだし、部屋とかもめちゃくちゃ綺麗なので、ここからもうずっと毎回ここでいいかなっていう思えるクオリティのホテルですね。では、ホテルの紹介はこんな感じになります。最後までご視聴していただきどうもありがとうございます。チャンネル登録お願いします